はい、皆さん、今日もよりこメイクアップチャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。はい、新年第2弾の動画はスキンケアルーティンになります。はい、今回のスキンケアルーティン、私ですね、今までスキンケアルーティン何回かやってたと思うんですが、早送りかもしくは、あまり解説が入ってないタイプの、動画だったと思いますが、今回はちょっとゆっくり長く一つ一つのアイテムをしっかりと解説しながら、やっていくスキンケアルーティンになります。なのでちょっと動画も長くなってしまうんですが、最後までご覧になってください。ではどうぞ。はい、では早速やっていきたいと思います。まず、今日は朝と夜と両方説明していくので混乱しないようにしていただきたいんですが、まず夜はメイクしている状態ですので、ポイントメイクはこちらのビフェスタのポイントメイクアップリムーバーでマスカラとアイブロウを落としていきます。その後にこちらのビオデルマの、ローションクレンジングでお顔全体を拭いたらお風呂に入って洗顔をします。で、洗顔はこちらのドクターブロナー皆さんもよくご存知なマジックソープを使って洗顔してます。これはもう信じられないかもしれないんですけど、ボディもお顔も一緒のソープです。これはもうね、ずっともう何十年もこれです。はい、あのね、今はこのベビーマイルドって言って、そうだよね、ベビーマイルドっていう香りがね、何にもついてないタイプを使ってます。で、これはもうビッグサイズなわけですけど、ボディに関しては、分けて入れ物を分けまして、お顔の方はもうこのまま香りのない状態で使っていて、ボディの方は自分でエッセンシャルオイルをブレンドして自分の好きな香りを作って楽しんでボディソープとして使ってます。はい、これドクターブロナーはもう本当にもう何十年も使ってて、このビオデルマとこのコンビニを一緒に使ってます。はい、なので、まず夜の場合、もう一度ね復習していきますが、夜の場合はまずこのビフェスタポイントメイクリムーバーでマスカラアイブロウを落とした後、その後にこちらの、ビオデルマクリアリンっていうのになるんですけど、まあ、敏感肌、乾燥肌、超ベリードライから敏感肌用というタイプのビオデルマをいつも買うようにしてます。で、その後に、こちらのドクターブロナーのマジックソープでお顔も洗顔ソープ、洗顔ソープとして使ってます。はい、これが夜のまずクレンジングになります。で、これからやるのは朝の、クレンジングですね。私は朝は洗顔しません。洗顔しないので、朝起きたらすぐにこちらのビオデルマでお顔の方を拭いていきます。で、なぜ洗顔しないのかというと、これもまた話すと長くなっちゃうんですけど、私は本当に超ベリードライなんですね。敏感肌でとにかく顔が痛くなっちゃったり、ひどい時だと口の周りに水泡ができちゃったりっていうことがありまして、超敏感肌です。で、まあ、昔化粧品の販売員をやっていた時に、まあ、ずっと洗う日本式のダブル洗顔ってやってきてたんですけど、もう肌の状態が全然良くならない。で、ある時、まあ、転職して別の外資系のブランドに入った時に、洗わない、なんていうの、洗顔って言ったらいいのかな、そのブランドの地域は、まあ、水が硬い、フランスですよね、水が硬いので洗顔するあまり風習がなくって
て、どちらかというとミルククレンジングでお顔を優しく拭き取ったり、まあ、こういった水クレンジングで拭くっていうようで、そういう、こうスタンスの、まあ、スキンケアをしているブランドで、そこで初めて洗わない方がいいっていうことを学んで、それからもう洗顔を極力、特にとにかく極力水を使わないようにする洗顔法を、実践し始めたら、劇的に肌の乾燥が収まって、水泡ができることも本当に少なくなったというか、今もほとんど起こらないです。で、こちらでね、夜も洗顔してますが、極力洗いすぎないようにしています。なのでビオデルマの消費量って、私の消費量ってものすごい量なんですが、まずビオデルマで、今はもうこれも本当に何十年か10年以上その方法で使ってます。で、その前はビオデルマに出会う前はちゃんとミルククレンジングで朝でもね落として、それでウェットコットンで拭くなんていう風なことをずっと続けてたんですが、もうビオデルマに出会ってからはビオデルマだけでもう全然大丈夫、朝晩もこれでやってます。はい、それぐらいビオデルマ大好きで、すごい敏感肌の私の肌でも大丈夫です。ただビオデルマってなんかすごい、水クレンジングって言ってますけど、決して水ではなくて、やっぱり化学的な成分は入っておりますので、そういったものがお嫌いな方は使わない方がいいと思いますが、私の肌では全然大丈夫なので、ずっとビオデルマを使い続けています。はい、では早速ビオデルマの方を使って、お顔の方を拭いていきたいと思うんですが、だいたいコットン2枚使っていきますので、ね、年末に私のいつも使っているコットンを切らしてしまって、これ母からもらった100円のコットンなのでいいコットンではないんですが、コットンを使っていきます。で、私はコットン派です。はい、コットン派です。コットンも、まあ、私こんなに色素沈着ありますけど、私はこのコットンのせいだとは決して思ってないので、この色素沈着っていうのは肌質もあります、体質もありますので、一概にコットンが全て悪いっていうことはないと思います。ただ、なんていうのかな、やっぱり力を入れてゴシゴシと拭いてしまうと、お顔に摩擦を与えることによって細かい傷がついて、そこから色素沈着が起きるってことも間違いではないので、力を入れすぎず優しく拭くということが大切だと思います。あとはクレンジングとかローションの量が少なくてもお顔に摩擦を与えてしまうので、コットン使う以上はしっかりとコットンの両面裏表に染み込むぐらいに、含ませて使うのがよろしいかと思います。で、私はコットン2枚、クレンジングの場合は使っていきます。はい、で、このように後ろ前としっかりと含ませたら、こういう角が縫ってあるコットンだとあんまりあれなんだけど、ちょっとこうやって広げます。はい、そうすると面が大きくなるので使いやすくなります。そしたら、皮脂が、出やすいところから、皮脂が出やすいというか、皮脂がね、たまりやすい T ゾーンから拭いていきます。で、お鼻のところは特に私こういうところが赤くなりやすくて、この赤くなる原因っていうのが脂漏性の皮膚炎って言って、ここに古くなった皮脂がたまって、それが紫外線などに当たることによって酸化してしまって炎症を起こすのが脂漏性の皮膚炎っていうのなので、よくここの古い油をよく拭いた、ビオデルマで朝クレンジングするようになってからね、本当に劇的に脂漏性の皮膚炎が治りました。これは本当にすごいなって思ってるんですけど、で、こういう感じでどんどん拭いていきます。油が出やすいところはよく拭いて、はい、そしたら2枚使ってますから、まず1回裏返、2枚使ってますから、今使ってた面を裏返して、今度は目の下という感じで、こう優しく外に向かって拭いていきます。今度は目の上もこすらないように優しく優しく、私ね、
ちょっと触っただけでも水バレになったり赤くなったりする体質なので、あのこうやって拭いていくと赤くなったりすると思うんですけど、それは心配しないでください。もう本当に勝手にこうやってこすっただけでも赤くなるので、で結構ねこういう朝はほら洗顔しないから目のねところに汚れとかがついてたりとかするんだけど、こうやって目のところ縁の方までギュッと拭いてもビオデルマ全然染みないので、私は結構目の縁の方まで、あと唇のこのここのところが皮がむけてたり朝ねするので、こういうところはしっかりと拭いていっちゃいます。はい、そしたらまず1枚目裏表使ってるんですね。今度は、2枚目のこの綺麗な方を出して首です。これも必ずやります。結構ね年になってくると首がねすごい汚れて、あと毛穴が開いてきたりして、やっぱり洗顔とか普段の洗顔で結構ほら年で気になるから、いろんなものベタベタつけるじゃないですか首って。だからね結構ね首って汚れてるんですよね。だからしっかりとそれでやっぱりその汚れも取ってあげないと、ほらねすぐこすっただけですぐ赤くなるんですけど、汚れも取ってあげないと後からの美容液がしっかりと浸透しないので、私は毎朝首もこんな風に、あとこういう耳の方ね、耳の裏の方とかしっかりと拭いちゃいます。耳をほらすぐこうやって赤くなるのもうね何の心配もないんですけど、ね、皮膚がね薄いからどうしてもこうやってね赤くなっちゃうんですよね。まあ、こんな感じでデコルテの部分までしっかりとビオデルマ使っていきます。そうするともう結構な感じで朝でも汚れがしっかりとこうコットンの方についてくるので、肌にねくすまないし透明感もできてくると思います。はい、でビオデルマでクレンジングしたあと、ここからがご質問が多かったんですが、スキンケアね、うちはサボテンオイルをどこで使ったらいいかっていうのが結構ねご質問が多かったんですけど、私はこの時点でうちはサボテンオイルを入れていきます。でここのに、ビオデルマの水気が残っているとよろしくないので、まあ、まずビオデルマのびしょびしょが残っていたらこうティッシュでオフするか、少しちょっと時間を置いてビオデルマの水気がなくなるように、水気が ないようにしてくださいね。はい、じゃあまずこちらの方を使っていきますね。で大体朝だったらワンプッシュから、乾燥の度合いによってはツープッシュで、夜はだいたいスリープッシュ、まあツーからスリーですね。今日は乾燥しているので2プッシュ使っていきます。で、うちはサボテンオイルなんですけど、うちはサボテンオイル朝つける時の、注意点としては、目のまぶたのここのところにオイルを、まあ、これはうちはサボテンオイルに限らず、オイルを朝つけている方は目のここのまぶたの上までつけちゃうと、マスカラとかアイライナーのにじみにつながりますので、このまぶたの上のこのギリギリまでは避けた方がよろしいかと思います。でうちはサボテンオイルをちょっとこういう感じで塗布したら、まずは一番乾燥しやすい目の下からつけていきます。内側から外側に流すようにしていきます。なんかうちはサボテンオイルを使い始めた方からいろんなコメントがあって、この香りね、うちはサボテンオイルの最初に私もうちはサボテンオイルをご紹介した時にレビューでねお話ししたと思うんですけど、すごい自然な香りっていうか、うちはなんかサボテンをパキンと折ってくんって嗅いだらっていうような表現をしたと思うんですが、本当にこう野生的な香りというかナチュラルな香りで、グリーンの香りというか藁っておっしゃってた方もいますし、本当に草の香りがしますよね。
あとはなんかいろんなブランドが出てるけど、どれもなんか良くなくって、こちらのナチュラルマジェスティさんの最終的にはこのうちわサボテンオイルを買いましたっていう方もいらっしゃいましたしね。私は他のブランドのうちわサボテンオイルを使ったことないからわからないんですけど、どうなんですかね、あのやっぱり純度とか、あの化粧品の値段ってやっぱりその前にもちょっとどこかで話したかもしれないけど、あの同じねうちわサボテンオイルでも、あのランクがあって、サボテンのミニも例えばアロマとかでもそうなんですけど、ラベンダーでも同じこう1本ピューってラベンダーの花があったとしたら、先っぽの方はすごい高価なんで、だん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 下に行くにあたって値段が下がってくる。だから大量生産できるものはそういうふうに下の方の使ったりとかっていろいろあるんですね。だから多分その値段的にお安いものもたくさん出てくるかもしれないけど、その例えばリンゴ一つでも、なって少しいいものと下の方に落ちてしまったリンゴと同じ値段かって言ったら違うのと同じで、多分そういうのもあると思うんですよね。あと製法とかね、産地とかで、私はうちわサボテンオイル、ごめんなさい余談になっちゃったけど、うちわサボテンオイルを口まで、結構唇のところまでつけちゃいます、ここのところね。で、最近はねなんかあんまりなくなったんだけど、一時期あの寝ててぐーっと食いしばりをしてたみたいで、すんごいここが疲れてここが張ることが多かったので、朝、ここをあのよくマッサージします、こういう感じで。もう本当に疲れちゃうので、疲れちゃってて顎が、朝起きてもうもーんとして、でも最近は塊もなくなっちゃいましたけど、食いしばりがある人ってここからどんどん筋肉がマッスルマッスルになってくるので、お顔のフェイスラインがねだんだんこういう感じで、あのホームベース型になってきて、ここの筋肉の塊が結局フェイスラインをどん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 大きくしてしまうっていう現象があって、私のエステでもその食いしばりを直していくコースがあるんですけど、ここの食いしばりの筋肉塊っていうのはもうほぐしてあげないとフェイスラインがどん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 あの崩れちゃうので、私はこのうちわサボテンオイルつけた時にこうやって簡単なやつなんですけどマッサージしていきます。これでこうでもいいし、あとはこうグーを作ってにして、で私の、リンパマッサージの夜のリンパマッサージのやり方は動画で作ってあるので、この辺にあの出しておきますので、あと動画説明欄のところにもまたリンク貼っておきますので、あのマッサージのやり方もしよかったらそちら、夜のね夜のマッサージのやり方はそちらをご覧になってください。こういう感じでちょっとこう耳の付け根のところ、このところまで持ってきて、最近ねこのシミがどんどんなっちゃって、もうまたレーザーやらなきゃなっていうね、この辺とか大きいのはダメですよね、肌の透明感は。あとこれね、これはもうね前に皮膚科で相談したんだけど、ちょっと目に近いから難しいかもって言われちゃったんですけど、どんどん目立つようになってきちゃってでもなんかエンドレスですね、もうシミもね。でこういう感じで、あのここの筋肉を柔らかくしてあげて、ここに持っていきます。でね、こうやってやってると結構そんな強くて摩擦がとかっていう風におっしゃられる方いらっしゃるんですけど、リンパ流す時に優しくやっててもリンパは流れないので、ちょっと強めにやってあげないと、で自分の皮膚で自分の皮膚を傷つけるってことはありませんから、あのそれ。ね、そしたらあの自分の何ていうのかしら、ね、なんていうのか治癒力というかそういうのがなくなっちゃうので、あの大丈夫ですから、あの今こすりすぎはダメですけど、こうやって皮膚筋肉を持ち上げて柔らかくしてあげるのは全然大丈夫なの で強す、まあ、ある程度力っていうかある圧を入れてあげないと意味がないので、そうね、傷にならない程度の圧を入れてあげてください。で流していきます。で、ね、やっぱりここの耳下腺の、が硬くなってる人や、結構ここにあのなんていうかリンパのボコボコっとしたのがあったりする人もいるので、耳下腺のところもねキシキシしてこうやって流して、あのこの
鎖骨リンパ節のところまでしっかりと流していってあげるようにしてあげた方がいいので、そうすると朝のむくみとかも綺麗に取れていきますから、感じで流していってください。でお茶サボテンオイルのつけ方もこれです。あとは両手でホールドしてあげて中に浸透するように温めるようにしてあげてください。はい、こんな感じで。でラップバッグはもうこれは夜やるものなので、夜1週間に1回サランラップでピッピッという風にラップバッグしてあげると、もう本当に肌がもちもちになります。なので、今やってこうやってやってるのは今の朝のやり方、夜は今ビオデルマの後に洗顔して、私はマジックソープで洗顔した後にすぐにうちわサボテンオイルをつけます。で1週間に1回はラップバッグをしていきます。はい、そしたら次にこちらですね、前回紹介しましたイノセントブライトニングウォーター、うちわサボテンオイルとアルガンオイルとホーバーオイルが配合されている化粧水、最近こっちに変わりまして、ただね調子いいです。調子いいんですけど、昨日ね実は温泉に行って、これを写すのがあれだったから、エスティローダーのグアムでサンプルをもらったナイトリペアのサンプルを持ってったらもうダメ、もう今顔ヒリヒリなんですよ。だからスキンケアで顔ヒリヒリだし突っ張らかっちゃって、もうほんと辛いです。うん、もう使わなきゃよかったと思って、初めてナイトリペア使ってみたんですけど私は合わなかったですね。口の周りなんかもうヒリ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 今してるんだけどはい、まあ、ちょっとそれは余談なんですけど、はい、そしたらこのイノセントブライトニングウォーターをまたコットン2枚使っていきますね。でやはり、コットン2枚にコットン2枚にビシュッて貼れちゃった、しっかりと染み込ませます。はい、でこれもイノセントブライトニングウォーターで、ローションマスクもだいたい1週間に1回とか、ローションの場合は3日に1遍ぐらいでいいんじゃないですかね。で前回このイノセントブライトニングウォーターをご紹介した時のフェイスマスクもうすごい大変質問が多かったですね。あれもあちらはですねダイソーで買った本当にこんなちっちゃいフェイスマスクなんですけど、それの動画も出してますので、ここのところに載せておくのと概要欄の方にリンク貼っておきますのでチェックしてみてください。はい、でコットンまた例のごとく広げます。広げたらパッティング、私はパッティングです。もうパッティング、とにかくひたすらパッティングでね、いつもルーティンやってる時って早送りしてあれ半分ぐらいにカットしちゃってるので、お分かりにならないかと思うんですが、すごい長い時間パッティングしてます。とにかくパッティングしてます。でこのコットンの中に含まれているお化粧水がなくなるぐらいまでずっとパッティングし続けます。はい、で手だとね流れちゃうし、早くパパパパって早くできるんだけど、多分、使った量の半分も、角質層への浸透はしてないと思います。はい、なのでコットン使うとね、化粧水の消費量はもうすごい量を使うかもしれないんだけど、その分肌の中に行き渡る量も多いので、私はコットンをおすすめします。お化粧水もでこういう感じで、とにかくひたすらパッティングしていきます。もうビシャビシャしたのが残ってる間はずっとパッティングしてます。これをするとしないとで、ね、全然もう肌のもちもち感も変わってくるので、多少ねたまにねめんどくさいから手でべちゃべちゃってつけちゃう時があるんだけど、そうするとやっぱり朝物足りない感じがします。物足りないっていうか、あちょっと乾いてるなっていう感じがしちゃう。このイノセントブライトニングウォーターの匂いが大好き、ゼラニウムの匂い。ローション4価もハマってて、ローション4価もずっと1年ん2年以上使ってたかな、ローション4価。
ローション4価の香りもいいんで、私は、今まだローション4価のストックがあるので、ローション4価は朝使って、このイノセントブライトニングウォーターを夜使うようにしてます。ローション4価の香りはローズマリーの香りで、ローズマリーの香りって脳を覚醒させたり、頭痛というか頭痛などを緩和させてくれたりとか、あとなんていうのかしら、あれ、もやっとした鬱になった、頭をスキッとさせてくれたりっていう、そういう効果がローズマリーの香りの中にはあるので、朝なんかね、ぼやっとした時に使うとシャキッと脳が覚醒するので、もうあの香りはもう朝の香りって私の中ではなっているので、まあ朝ね使っています、ローション4価は。でやっぱり夜の間に、ホワイトニングというか肌を透明感あるようにしたいので、夜はこちらのブライトニングウォーターを使っています。あと乾燥をね、やっぱり夜の間に回復する、昼間の肌の疲れを回復させたりとか乾燥を回復させたりしたいので、はい、まだバッティングします。まだね、結構もうこんなになってきちゃってるんだけど、残っているので今度裏返してまだやってきます。でね、この時にコットンによってはもうね、毛羽がバタ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 ついてきちゃうコットンがあるので、それはまあやっぱりあんまり気持ちいいものではないので、まあそういう風につかないコットンがいいかな。だから私は無印の、今日はちょっと違うコットンですけど、100均のコットンですけど、いつも無印の剥がせるコットンを使ってるので、それの動画も出してますので、そちらの方もちょっとリンク貼っておきますのでね、ちょっと見てみてくださいね。その剥がせるコットンは絶対に肌につかないので、そして大判なので、結構ローション、マスクする時なんかもコットンマスクの何に使ったりとかもできるので、結構ね好きでいつも使ってます。で無印のコットン、もう一つはふわふわのコットンもあるんですけど、それもダメ、もうそれはすぐに顔についちゃうからでもね、私無印のコットンはね好きなんですよね。はい、もうだいぶなくなってきました。こんな感じで断面がこんな感じになってきて、もうびしょびしょが全然なくなってきたので、でももうそれでもまだやってるんだけど、結構のくらいもう本当に、で首の方まで、最終的にはもうなくなってきたものは首の方までいきます。でうちはサボテンオイルもしっかりと首までつけていきます。最近ね、私も思ったな、気をつけてたんだけど、やっぱり首にこうシワが入り始めて、もうすごいそれが悩み。あとやっぱもうなんかシワってなるのね、やっぱり年だなっていう風に思っちゃいますよね。首ばっかりはね、首と手はやっぱり年齢が隠せないですよね。はい、で手までしっかりと拭いていきます。手もねやっぱり黒くなるからブライトニングしたいので、手の方もしっかりと拭いていきます。残ったもだからコットンにつけておけば、もういろんなところが拭けちゃうの。あとこの肘のここのところとかも拭いて、ここもね硬くなって黒くなりやすいので、よくこういう感じで、そうするとコットンだったらもう結構使えるので、2プッシュぐらいコットンに含ませただけなんだけど、はい、こんな感じで、はい、でやっとその後手でしっかりとホールドして肌の中に浸透させていきます。これが大切、この一手間が大切。こうすることによってかなりペタペタっていう感じで肌に浸透していくので、はい、そしたら化粧水まで終わったら、この後に使うのは、今は私はアンダローナチュラルズのセンローズ、アブソリュートセラムを使っています。これも朝晩使ってます。だいたいワンプッシュでこれくらいの量が出るので、こちらのアンダローナチュラルズのセラムはね、これでまずは手に合わせてお顔に全体に塗布したら手で叩きます。そうするともちもち
ただこするだけだとなんかあんまり浸透してないような気がしちゃうから、私はいつもこうやって叩いちゃうんだけど、パッティングと、まあ、あのエステで言うとピアノタッチっていうような言い方でなんですけど、あの前にイノセントブライトニングウォーターをご紹介している動画でローションパックしながらこうやって叩いてるシーンがあったと、まあ、あるんですけど、こんな感じで常にこう感じでするとモチモチ、だんだんツヤがね出てきましたね。さっきまで乾燥してたのに。はい。でアイクリームはね、私ねあんまり信じてなくって、アイクリームいっぱい今までね化粧品販売してたりしていろんなの使ったんだけど、アイクリーム自体はねもう使ってね使わないです。治らないし、こんなにすごい赤グマというか茶グマね。もうでもうちはサボテンオイル使うようになってから本当目の下のたるみが本当軽減されてきて、これ不思議だな、やっぱちょっとやっぱり張りが出てるのかなっていう。この色はね治んないけど、色はもともとこれ毛細血管だから色は治らないけど、なんかねすごい張りが出てきたなっていうのは本当思います。で、はい、次夜はこちらの、アンダローナチュラルズのセンローズのナイトクリームを使っています、夜はね。で昼間は、前回も、2017年で少しでご紹介しましたがデイリーシェードセンローズ、アンダローナチュラルセンローズデイリーシェード SPF18 を使っています。はい。で大体量的にはこのくらいの量を取って、でこれもあんまり目のここのスレスレまでもう塗らない方がいいですね。崩れの原因になりますので、シリーズは本当にローズの香りがいい匂いなので癒されます。内側から外側に流してつけていきます。はあ、絶対にたるまないようにつけていって、首まで伸ばしていきます。はい、これで私の、スキンケア、終わりです今のところねこの感じで落ち着いているので、今後もこの感じで続けていきたいと思いますが、また何かね追加で、セラムとかそういったものを、追加した場合は、またご紹介します。ただ今はナイトリペアのせいでこの辺とかがすっごいヒリヒリしてて、もう本当後悔してます。これがねヒリヒリが収まってくるとね痒くなってね、この辺がブツ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 になってくるのね、うん、なんか前回の動画で私唇がなんか腫れてるっていうコメントが入ってましたけど、腫れてますか？これでかいですよ、私唇が腫れてないんです腫れてなくてね、唇がね昨日こうやって上もそのくせしてリップ塗るとき大きい書くのはい、以上です。はい、いかがでしたでしょうか。今回はね一つ一つゆっくりとお話しさせていただきました。ちょっと夜のスキンケアと昼のスキンケアがちょっと一緒に説明していたので混乱してしまうことがあるかと思うんですが、同時にちょっと同時進行な感じでご説明させていただきながら、進めてまいりました。少しでもご参考にしていただけたらなっていうふうに思います。はい、今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいなと思われた方、高評価ボタンお願いいたします。インスタグラム、フェイスブック、ツイッターやっておりますので、フォローの方よろしくお願いいたします。もちろんチャンネル登録もよろしくお願いいたします。はい、それから毎回告知させていただいておりますよりこのマンツーマンセルフメイクレッスン、1月もご予約受けたまっておりますので、ご興味がある方は動画説明欄にリンク貼ってございますのでチェックしてみてください。
はい、ではまた次回の YouTube チャンネルでお会いいたしましょう。よりこでした。またね。